きですか？相馬ひろこです。私はこの夏から4枚目のアルバムのレコーディングに入っています。今聴いていただいている曲は12月1日発売の私の新曲恋なんてしたくないです。こんな思いをするくらいならもう恋なんてするものかって思いながらも、それでも人を好きになってしまう、そんな女の子の思いを歌にしてみました。ぜひ聴いてみてください。そしてもう一曲、来年の国民文化祭イメージソングに決まった遠い約束です。これも素敵なバラードでしょ。他の人と違うことに気づくでしょう。なぜ迷いもせず選んでいたの。まるで約束のように失くした恋さえもあなたに会うための運命だったと今言えるわ。涙で頬を濡らす夜更けが降りてきたってどこまでも歩きたい。それと今回だけの特別プレゼントがあります。中山千夏さんが昔歌っていた懐かしの名曲あなたの心にを私風のアレンジでお送りします。楽しみにしててくださいね。キュンソニー新婦案内新年号をお聞きの皆さん、こんにちは、相馬ひろこです。4月の1日に私のニューアルバム4枚目になるんですが、愛が教えてくれたものが出ます。割と今まで私はこう風景を取り入れて、歌っているものが多かったんですが、今回相馬ひろこなりに感じた恋愛っていうものをもっと出したいなと、歌いたいなと思って、ファーストから書いてもらってます岡部真理子さんと2人で、恋愛論を繰り広げたりしながら作り上げたアルバムです。幸せな気持ちもそうなんですけれども、思わぬところで悲しい思いをしてしまったりするね、厄介な
恋愛の、シーンを10曲歌って詰めていますので、ぜひ聴いてほしいなと思います。相馬ひろこでした。